バグナクバグナク、もしくはバグナウは鍵爪に似た形状をした、インドの武器である。ヒンディー語で、虎の爪を意味する。この武器は、手の内に隠せるほどの小型武器であり、盗賊や暗殺者が好んで使用した。バグナクを手にはめた状態バグナクは手のひらに収まる、大きさの鉄板に、鋭い鍵爪が4本あるいは5本ほど伸びている。鉄板の両端には、輪っかがそれぞれあり、 人差し指と小指にはめて使用する。バグナクで攻撃するときはまさに爪で引っ掻くように、手のひらを相手に向け指先を曲げると、バグナクの鍵爪が指の腹に乗って、指先の力を込めることができる。バグナクで引き裂かれた傷は、複数の裂傷となり、治癒を困難とする。アフザルハーンの腹にバグナクを食い込ませるシュバージー、隠し武器という性質上。 バグナクがいつの頃に誕生したのか、はっきりとした年代を特定するのは難しいが、ラージュプートの暗殺者集団によって、毒を塗ったバグナクが使われ出したとされる。バグナクが歴史の表舞台に登場したのは、17世紀のマラーターの指導者にして、マラーター王国を創立したシバージーが使用した時である。ビジャープル王国から独立するべく、 根幹地方に一大勢力を築いていたシバージーラ・マラーター勢力に対して1659年5月、ビジャープ両国はアフザルハーンを対象とする討伐軍を派遣した。居城を包囲されたシバージーは同年11月10日に降伏を装い、アフザルと面会。アフザルに包容するそぶりを見せると手のひらに隠し持ったバグナクでアルザルの腹を裂き、ひるんだ隙に 懐の探検でとどめを刺した。シバージーが暗殺に用いるなど、盗賊や暗殺者の武器としてのイメージが強い、バグナクだが、亡き隠すィと呼ばれる、武闘試合において、バグナクをはめた、投手同士の試合が行われており、その興行は、イギリスの植民地下にある間も、密かに続いていた。フランスの旅行家、ルイル・スレは1864年から1868年の、 アイダインドを旅行しているが、64年にバローダーデトチのラージャによって催されたナキカクスティの地下工業を記述している。その手のひらに装着した武器は紐によって右手に固定されていた。バングーによって命定した男たちは互いに挑みかかり、虎のように顔や体を引き裂いた。額の皮は細く切り刻まれて、ぶら下がり、首の骨や肋骨が露出し、 たまに片方あるいは両方が出血多量で死に至る。工業主は彼ら血統者が互いに傷つけ合う、光景を見て偉く興奮していた。時代は下って、第二次世界大戦後、分離独立をめぐって激しい対立が起こったコルカタで、1946年11月10日にイスラム教指導者にして、パキスタン建国の父であるムハンマド・アリー・ジンナーが直接行動の日を呼びかけた。 奮起したイスラム教徒が暴徒化しヒンドゥー教徒と闘争を繰り広げて、結果、数千人が犠牲となった。その後、西ベンガル地方では、両教徒が分離するようになったが、この時ヒンディー教徒の女子児童たちは学校に通うにも、バグナクを隠し持って登校したという。ビチュア・バグナク・シバージーが、アフザルにとどめを刺した探検は、ビチュアと呼ばれる牛の角に握り手をつけた武器である。 このビチュワとバグナクが合体したビチュワバグナクという武器も登場する。外見はバグナクの側面にビチュワを模したナイフが伸びているといった形状である。その特殊な形状からバグナクは漫画やゲームなどでも登場する。バグナクには装着した状態で拳を握ると指の狭間から鍵ギ爪が飛び出すといった説明がよくなされる。だが、 拳を握った状態だと手のひらの内側に収まるバグナクの鍵爪は3本になるのが道理であり、漫画、バキ最強死刑周辺で死刑囚、流良公が用いたバグナクも3本鍵爪のものである。現代に再現されたバグナクには最初から握り拳の状態で使うように設計された3本爪のものある。そうした現代版バグナクを見て、 拳の合間から出た鍵爪を漫画、筋肉マンで、ウォーズマンが使う鍵爪、ベアクローのように使うことを想定してしまうかもしれないが、それでは指の間に爪が隠れている分、武器としての威力は期待できないと推測できる。前日の通り、死刑囚にて隠し武器を多用する柳良子が用いた。ゲームでは、ファイナルファンタジーシリーズのように、鉄鋼張の一種として、バグナクと、 名称している例もある。本作に限らず、女神転生シリーズには、バグナクをはじめ、インドの武器が、複数登場する。ファイナルファンタジークシーや、ファイナルファンタジーホーンしているが、前述の通り鉄鋼針の一種である。こちらも鉄鋼針の一種である。テーブルトーク RPG では、ファンタジーものなどに格闘用の武器として登場している。ありがとうございます。